青葉城幸雄は、宮城県仙台市大白区出身で、1970年代から1980年代にかけて活躍した大相撲力士。お塩川部屋に所属した。本名は、正治幸雄。現役時代の体格は181センチメートル、152キログラム。特異種は、左四つ、寄り、釣り。最高位は、西関分け。相性は、土俵の鉄人。 中学時代はサッカー部に所属していた一方で小学5年生の頃から自転車やサッカースパイクを買うために新聞配達を行っていた。この新聞配達を冬の雪の中でもひたすら行ったことが健康面や精神面の収容に効果をもたらした。相撲経験は皆無であったが横綱、大宝のような力士になりたいと卒業直前に力士を志し、 アルバイトで貯めた金で上京して大法が所属する二所の関部屋に出向き入門を許可された。卒業後に入門し、1964年3月場所で初土俵を踏んだ。当初の四個名は本名にちなんだ王将氏。同期の初土俵には、後の関分け、高健さん、同、黒姫山らがいる。本人は自分は亀、同期生らがいたから、ここまで来れたと語る。 入門前に相撲経験がなかったため、幕下でやや苦労したが、1971年5月場所で十両に昇進した。そして、これを機に、王将市から、故郷仙台市にある仙台城の別名に由来する青葉城へ改名。十両でも3年近く苦戦したが、1974年11月場所では、上位で10勝5敗と大勝ちし、これを手土産に、 翌1975年1月場所にて新入幕を果たした。幕内4場所目の同年7月場所では終盤まで優勝争いに加わり横綱北の海を破るなど活躍。最終的に13勝2敗で優勝した同部屋の後輩金合に次ぐ12勝3敗という好成績を収め、生涯唯一の三勝を受賞した。翌、 9月場所では、新三役となる小結びに昇進するも、6勝9敗と、負け越して1場所で平幕に逆戻り、同場所後には、お塩川親方の独立騒動に巻き込まれてしまい、お塩川部屋に移籍した。もみ上げを伸ばした、古風な風貌と、本格的な左四つの肩に風格があり、がっちりとした胸圧の堂々の体格と腕力を、活かした。 自分十分の型になると横綱とも互角に相撲を取り、反面型にならないとあっさりと土俵を割ってしまうことも多かった。また、時には対戦力士に気を使いすぎる面もあり、北の海二世と呼ばれて将来を植望されたオ沼を負傷させた際には相手に恨まれたこともあってかかなり気落ちした。そのため、しばらくは成績も伸び悩んだ。 1980年11月場所では重量に、陥落したものの、1981年7月場所で重量優勝を果たしたのを機に、翌9月場所、幕内へ復帰。再入幕に1年近くを要したが、釣り技に磨きをかけ、1983年7月場所では最高位となる、西関分けまで番付を上げた。青葉城にとっては、 1975年9月場所以来47場所ぶりの三役へのカムバックであった。これは三役陥落から同復帰までの場所数では現在でも大相撲史上1位の記録。また34歳8ヶ月という年齢での親戚分け、昇進は三小制定後の1947年以降では3位の年長記録。その他初土俵から 関脇初昇進までにかかった年数と所要場所数においては、現在でも歴代1位の記録である。なお、同場所では4勝11敗と大きく負け越し、三役では一度も勝ち越せずに終わった。三役から陥落した後も長く幕内上位で相撲を取り続けたが、次第に体力の衰えが隠せなくなり1986年3月、再び重量に陥落。 そして、同年7月場所11日目、幕下のカセデンに敗れた一番を最後に現役を引退した。15歳6ヶ月で序の口についてから37歳、8ヶ月で引退するまで休場が一度もなく、丈夫で長持ちと言われ、初土俵以来の連続出場記録保持者として、ギネスブックにも登録された。引退してからもなお、定年に至るまで内臓疾患と無縁の健康体が、 取り柄であり、この長所は大記録と決して無関係でないと言える。引退後は年寄り、知らぬ要集名し、お塩川部屋、お車部屋の部屋付きの親方として更新の指導に当たった。特に18年間継続して巡業部の職務を担当したことが年寄りとしての主だった貢献であった。また、2006年2月から2008年9月まで漢字。 職性変更に伴い同年10月から2012年1月までは副理事を務めた。NHK の大相撲放送では、千秋楽の中入り後解説を担当することが多かった。2013年11月場所中に65歳の誕生日を迎え、同場所限りで日本相撲協会を定年退職した。その11月場所中、 5日目の大相撲中継でゲストとして登場した際に前述の独立騒動を印象深く思っていると話していた。ほとんどの力士は断髪式を終えた後自身の多い腸を厳重に保管するなどして大事に取っておくものだが青葉町は未練はないと公言し断髪式直後に両国国技官のゴミ箱に惜しげもなく投げ捨てたという。 ABCDEFGH ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ2書の関部屋 P25、相撲2013年11月号76ページ、相撲2013年11月号78ページ、大相撲ジャーナル2014年2月号103ページ。ありがとうございます。